皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、小関圭一でございます。今週も始まりました、小関圭一競馬荘でございます。ですね、私今大変弾丸コースをですねこなしておりまして、はい、昨日は北海道のですね網走から積みまして、今岩手県にいるんですけども、はい、岩手県で降ろして、これからまたですね、5時のフェリーに乗ってまた北海道に戻って、また明日今度は関東行きの荷物を積むというね、ちょっと弾丸コースを今やっておりましてですね、そのほっとした時のこの、2時間ぐらい時間あるんですけど、ほっとした時をちょっと利用して、はい、やっぱりねやめられません、はい。いかなる、もう本当どうしようもないなってね、思う限りではね、ガンガンやっていきますんで、ぜひね、最後までご視聴していただけたらと思います。ただ、うんちくやらね、話にならないこともね、話してるかもしれませんけどもね、なんとか馬券の一行に出していただきたく、やましい気持ち人間だものあるよやましい気持ちだもん、人間だものあるよっていう感じでね、やっていきたいと思います。ということで、ですね、今日は9月16日金曜日でございます。また今日もドラえもん見れねえや、もう船の中ですもんね、もうね、だいたい7時ぐらいでしたら出港して2時間ぐらいですので、どこぐらいかな、六ヶ所村っていうのかな、はい、大体そこは平行で走るということで、9月16日、午前10時55分からお送りしております。はい、ということで早速出します。今回の予想はですね、中山競馬場で、9月18日中山競馬場で行われます、セントライト記念の、予想となっております。ということで早速、はい、ですね、なんかね、こうやってやるとね、なんか声がね、よく通ってなかったんですよね。ちょっとね、見直してみたんですけど、こうやってやった方がいいのかな。はい。9月18日、第70回、セントライト記念、かっこいいですね、なんかね、セントライト記念ってなんかね、言い回しがかっこいいな。G2 ということで、中山11レース、なんだこれ、芝2200メートルですね。はい。セントウルステークスもあったんですけど、なんかセントってなんかかっこいいですね。はい。5番マウントロブソンからいきたいと思います。はい。で、今回はですね、12頭立てなので、ちょっとね1頭推奨馬ということで、D マジェスティと、あともう1頭なんだっけな、共同通信杯だったっけな、ね、ラジオ日経賞を1着で勝ってる、ゼービンド、はい、戸崎啓太騎手が乗ります、この馬にね。はい。で、唯一この2頭に対抗できるのが、俺これかなと思ったんですよ、マウントロブソン。はい。またテロンって言ったテロンって言うとね、ちょっとね音声が下がるかね、ちょっとね何らかの影響がありますので、お許しください。はい。マウントロブソンですね、親父はディープインパクトと、まあみんなディープインパクトばっかなんですけども、ですね、川田優雅騎手が乗ります。はい。東京優駿、ダービーが、7着と、皐月賞が6着、Dマジェスティに負けております。はい。でもね、スプリングステークスはですね、中山で取ってるんでね、はい、まあまあ、どうなんだろうかなと。はい。まあ、前走ね、やっぱりね、マカヒキやらディーマジェスティやらね、やっぱりね、強い馬もたくさんいたんでね、ちょっとね、力があれだったんですけど、まあ、4、3歳、秋になって、はい、菊花賞、はい、これ、確か3着まででしたっけ、菊花賞優先、うん、向けて、夏をね、越えて、強くなってんじゃないかなと、勝手な想像なんですけども、まあ、正直、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、そうですね、東京、優秀皐月賞でね、ちょっとね、掲示板に載ってないんでね、ちょっとね、秋はね、頑張ろうかなという陣営の考えもね、ちょっとね、含めて、はい、考えてみました。あとはですね、4番、10番から、これも3連単でいきます。はい。まあ、そうですね、
このね、頭数12頭立てなんでね、あのね、軸が2頭決まればね、あとは全流しでね、あのね、1000円かけても、あの、3連単でも1万円なんですよね。はい。ほんとね、頭数少ないのはね、ラッキーですよね。うん。当たればのいいですけどね、意外にね、頭数少なくてもね、当たんないのがね、やっぱりね、競馬でございましてですね。僕も頭か2着3着狙い、ね、あ、2着狙いで決めてます。はい。一応こんな感じかな。あとやっぱりね、D マジェスティ、そうですね、あとゼービンド、はい、うん、僕はこの2頭は絶対どっかに連で絡んでくると思います。はい、外さない方がいいですね、やっぱりね、今度ね、4番10番はね。はい、あとそうですね、あとの馬はもうやっぱり、まあそうですね、あの3着狙いで上げたんですけども、1番と12番、まあまず12番に関してはあの吉田豊騎手が乗ります。あの穴馬に乗っけたら、あのこの人はあのね、力を発揮してくれるんでね、はい、馬もねそれに応えてね、あのいい着順まで伸びてくれるんでね、とりあえず3着狙いにしてみました。はい、あの穴馬じゃなくてもね、あの人気馬でもね、結構ねあれなんですよね、なんかこう上にこうね、ドンとね、はい、いけるっていう。あとはメートルダールですね。これあのまあ共同通信杯前走、3走4走前ですね、共同通信杯、京成杯とあの3着3着できて、青葉賞は5着ですけども、まあオープンで2着と、まあそうですね、掲示板、過去4戦掲示板は外してませんね、重賞、まあオープンもありますけど重賞ね、はい、だからで内枠なんでね、ちょっと考えてみました、3着、はい、あとはちょっとね、そうですね、もう条件戦で上がってきた馬ばっかりもありますし、まあ、このあれかな、9番もあれかな、プロディカルさんっていうんですかね、はい、これもダービーはずっこけてますけども、青葉賞トースポ2采配ということで、まあ青葉賞からちょっと離れて、あれか、トースポ2歳から離れて4着、まあちょっと、まあいいかな、割引でいいかな、9番、うん、今回なんせね、あのね、第70回なんでね、あのね、7番、うん、あのネイチャーレッドって来るかもしれないです。第70回ね、7番10番とかね、はい、あ、7番当番まあそんなもんですかね、はい、そうですね、とりあえず今回はあのね、一等推奨馬って言いますか、はい、5番のマウントロブソンから僕は攻めてみたいと思います。はい、で、マウントロブソンから4番D マジェスティ、ゼイビッド、はい、の1番4番10番12番の3連単軸1等で、はい、行ってみたいと思います。うん、言っても思いますって言うけど、当日ね、かけるときにちょっとね、くるっと変わっちゃうかもしれないですけど、はい、以上、僕のね、セントライト記念の見解でした。はい、次はですね、今度はローズステークスの方の、動画をですね、上げますので、ぜひそちらもですね、見ていただいて、馬券のご一行にしていただけたらと思います。ということで、今回は、これで、早々に終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また、次のローズで会いましょう。